国民民主党の玉木雄一郎代表が4日、自身の YouTube チャンネルで、近々行われる予定の主犯指名について、同等の考えを述べた。玉木代表は、28議席を得て、これからどうする、国民民主党と題して、動画をアップ。主犯指名、連立は実現したい政策はの3つについて説明した。玉木代表は、多くの人から、 連立政権に入って大臣とかかになるんですかと聞かれるというが結論から言うと連立政権には入りませんと断言私たちが欲しいのはポストではなく政策の実現今のポジションを生かして政策実現を与党に飲ませる方が国民の皆さんの思いに合致していると話したその上で主犯指名については1回目は 玉城雄一郎を書きますとし、もしも石破総裁と野田代表の決選投票となった場合も玉城雄一郎と書きます。この場合2回目に玉木雄一郎と書いた場合は無効票となるが今回はむしろ無効票を書くことが国民民主党と入れてくれた方に一番寄り添う投票行動だと思っているとコメントまずは石破さんに入れるわけにはいかない。 政治と金の問題で過半数割れを起こしたわけですから、それに乗ると、石破さんを総理にするために、国民民主党は動いたのかと言われるから、これはありえないと言い,い、野田代表についても、政策がバラバラな野党をどうまとめるかが見えないことから、今回はどちらにも組みせず、国民民主党と書く、ご理解くださいと呼びかけていた。以下は、ネット上の意見をまとめたものです。 都知事選の石丸氏の時もそうだったが、最近は、国民民主や玉木氏のことしかニュースで取り上げられない。他党の動向も関わるはずだから、俯瞰的に報ずる必要があると思うが、話題になればそればかり。国民民主が政権を取ったような書きぶりだ。だから、日本のニュースメディアはダメだと言われる。理解してます。ただ、103万円の壁を178万円に。 ガソリンのの暫定税税率及び二重課税の廃止は妥協しないいでください消費税の減税もお願いしたいが、組む相手が少ないし、抵抗も半端なく大きいだろうから、来年の参議院選挙と多分衆議院選挙も早いタイミングで訪れそうなので、そこで議席を増やしてからの方が現実的だと思うので、とりあえずはその2点を達成してほしい。これが国民民主党として 筋を通すすととといいうことだと思います決選投票でも国民民主党議員が玉木雄一郎と書いて票を無効にしても決選投票では過半数に関係なく1票でも多く獲得した方が選出されますから決選投票の成立自体に支障はありません何より今は国民民主党がいわゆる与党として与党自民党にも野党筆頭の立憲民主党にも 政策ごとにゼゼヒヒで対応する姿勢が世論に好意的に受け入れられている現状ではこのスタンスを継続するのが最善策でしょう野田さんは立憲民主党内を説得して1回目に玉城さんに投票するようにすべき決選投票が石破対玉城になれば白票や他の人の名前を書いた人はほぼ石破総理誕生を支持したということになる 投票者名は多分後日に公表されるので、石橋自家、範囲氏はあるいは反自民家がはっきりわかる。野田さんはあれだけ政権交代を目指してたんだから苦渋の選択でこれをやっても現行に矛盾は生じない。これでも石破政権になる可能性は大だと思うが、野田さんはこれぐらいの意地を見せるべきだろう。もし万が一、玉木総理が誕生した場合には、真っ先に、 政治資金規正法の改正をすればいいこの問題であれば維新も含めて野党のほとんどが合意できる法案を成立させられるだろうその後に玉城氏が引きずり下ろされたとしてもどのみち総選挙をしない限り議席数は変わらない政治資金規正法で自民党の資金源を立てば今後の政局も御しやすくなる立憲は 政権交代こそが政治改革というならば、野田氏を主犯指名でと言わず、首相は玉城氏でいいからという交渉はしたのかね。なりふり構わず政権交代する覚悟や意欲は見せたのか。あくまで自分たちが野党第一党だから野田氏が筋と思っているのだろうか。数の論理で行くのならば逆に比較第一党は自民なのだから自民中心の政権が、 筋ととなると思うけどそれを交渉できれば自民も国民民主もさらに決断を迫られて政治が大きく動くけどそこまでの覚悟はないだろうね逆に玉城氏は増税派の石破野田良氏を総理にふさわしいと選べないのはわかるそして連立に入らないことで政策実現を求めるのは別におかしくないと思うけどね 国民民主党議員票が無効となれば、結局は不安定ではあるが、自公政権が続くわけで、選挙中に自公政権を終わりにするという目標が達成できなくなる。ここは立民を中心とした政権で、ぜぜひひの対応をやってもらいたい。前から国民民主党を支持していて、政権交代や連立入りを期待していた支持者の方もいらっしゃると思いますが、今回他党から、 国民民主党に投票して議席を4倍増させた有権者の大半は自民党は嫌だけど立憲民主党も嫌という方たちが大半だと思います自民党も立民とも組まないというのはその方たちの意向に一番沿った形だと思います結果として自民党政権になるのは選挙の結果減らしたとはいえ一番多くの議席を取ったのが 自民党なので、そこの党首が首相になるというのは、有権者全体の民意に沿った形であり、それが民主主義なんだと思います。議員内閣制である以上、総理を選出する投票権は国会議員以外にいない。その投票権を無効なっても理解くださいは、国会の制度として許されるものではないはずです。決選投票になった時には、どちらかには必ず投票するのは。 国会議員としての仕事です。国民民主を支持してくれた国民のとか言っているレベルの話ではありません。総選挙後の総理大臣選出は議員としての初仕事になります。しっかり仕事をしてください。それができないのでしたら直接国民が総理を選べる直接選挙制度に変えるべきです。立憲民主党による政権交代がベストではないと考えているでしょう。 それは一理ありますし、確かに野党全体で玉木代表に指名を集めるという考え方も例ではないですよね。国民民主党は隠れ自民党などとも言われていますが、自民公明による過半数議席を割った状態で、第三者がカードを握っておいて、バランスを取るのは全然ありです。立憲民主党に限らず野党第一党が政権を、 持てば絶対良くなるという根拠もないわけで政権の不安定さイコール国民の損とは言えませんただ国民民主党は統一教会とのつながりを指摘されていたり消費税減税やインボイス廃止など選挙前に大きく騒いでいた声がだんだん小さくなっている感じに不安もあります野心家でも腹黒くてもいいのですが政権交代をよしとしない背景には 国民のための民主主義があることを切に願います私り主欲の政治はもううんざりです現状はそのような選択でしょうがないですよね長年まともな政党がなくしょうがなく自民党支持でしたがようやくまともな政党が出てきたかなという感じで応援しています今のところ数のジレンマもあるでしょうか 拡大に焦りすぎると厄介な不良議員を抱えて政党の先行きにも関わってきますので、ここは慎重に近いうちに政権を取れるように拡大していってほしいです。国民民主党はガソリン税のトリガー条項の適用と引き換えに予算案に賛成したとかもあるので、与党に恩を売って自党の政策を実行するように与党に迫るということは得意技。ただ、今までは。 毎回与党が衆議院で過半数割れを起こしたことで国民民主党の政策を全く無視することは難しくなったかもしれないが与党が国民民主党との約束を保護にする可能性は十分にあるそうなった時に与党に文句を言う内閣不信任を突きつけることができなければ 国民民主党への期待は一気に崩壊する。国民、有権者の理解が得られるかは、与党が国民民主党の政策をどの程度受け入れるかで決まるだろう。